串田明、あきらは日本の歌手。本名は串田明。あき1980年代後半から2000年代にかけては本名で活動していた。愛称串しー。神奈川県横浜市出身。1969年空っぽの青春で東芝エクスプレスレーベルよりデビュー。NHK の音楽番組ステージ101でヤング101の 初期メンバーとして活動した。1979年公開の映画、マッドマックスの日本版、エンディング、ローリン、イントゥーザナイトの主題歌を歌唱。同曲を聴いた、作曲家の渡辺忠明に声を気に入られ、1981年に特撮テレビドラマ、太陽戦隊サンバルカンの主題歌を担当する。以後、宇宙刑事ニャ版。 筋肉マンをはじめとする数多くのアニメ、特撮の主題歌や挿入歌を歌い、アニソン歌手としての地位を確立した。また、CM ソングも多数歌っており、特に、富士サファリパークの CM ソングは30年以上にわたり、オンエアされ続けている。2003年7月には、影山博信と共に、ブラジルのアニメイベント、アニメフレンズに参加。以降、海外でのアニメ、 特撮関係のライブイベントに精力的に参加している。2006年には新たにバンド、シャフトを結成した。その後もアニメ、特撮ソングのボーカリストとして第一線で活躍しつつ、R&B シンガーとしても継続的にライブ活動を行っている。2010年には特撮テレビドラマ、仮面ライダーウォーズ、ウォーズにおいて、 作中登場アイテムオーズドライバーの音声を担当。特撮作品では1980年代より主題歌挿入歌の歌唱で参加してきたが、声優として出演するのは初となった。なお、同作には挿入歌の歌唱としても参加している。特撮会においては、宮内隆之、石原慎一、水木一郎と共に、スーパー戦隊シリーズ、 仮面ライダーシリーズメタルヒーローシリーズの東映さん大特撮シリーズすべてで主題歌を歌った数少ない歌手である。特にメタルヒーローシリーズにおいては同シリーズ最多となる計5作品で主題歌を担当している。なお同年代に活躍した文女宮内隆之とは特に親交が深い。太陽戦隊サンバルカンの主題歌のレコーディングの際にディレクターから かっこよく歌ってくれと指示されるが、子供に向けた格好良よさがつかめず、収録には時間がかかったという。その後、宇宙刑事ギャバンを経て、ヒーローには強さや格好良よさだけでなく優しさが必要だと確信したと語っている。富士サファリパークの CM ソングは、大体いい、和田アキコか松崎シュゲルが歌っていると勘違いされてしまう。 本人は日本テレビのザワイドのインタビューで声が似ていることについてはあまり自覚していないと語ってはいるもののたびたびネタにされる。最近では自らネタにすることもあり、歌う前に和田明子じゃありません。と冗談交じりに言うこともある。知名度の高さご自分のことを知らない人に対して自己紹介代わりに歌い、歌い終わるとこの歌は知っていると言われることが多い。 仕事を共にする、相手の芸歴や年齢に関係なく、敬語を用いて丁寧で、紳士的な話し方をするのが特徴。ラジオや雑誌のインタビュー等、歌以外の仕事でその様子を確認できる。その理由について、アニキンサテライトラジオにゲスト出演した際に、リスナーから質問され、敬意を持って接する方が気持ち良いので、自然とそういう話し方になると説明したほか、 ベテランという立場上、こういう話し方は相手を恐縮させてしまうかも、しれないが、なかなか治らないという趣旨の発言をしている。また、同番組で、2012年のアニソンキングでは、初対面のアーティストさんたちとの交流を求めて、楽屋を回っていたという発言もしている。なお、同イベントの出演者の中で、串田は、佐々木伊に次ぐ年長者、ベテランであるため、 共演者としては、大ベテランが挨拶しに来てくれたという状況だった。下田浅美の長ラジ、ガールズにゲスト出演した際、ガチガチに緊張している、下田浅美に対して、極めて丁寧かつフレンドリーな物腰で接し、替え歌ステーションというコーナーでは、自身の持ち歌、筋肉マンゴーファイトの替え歌を力強く熱唱するなど、入話でノリの良い人柄を見せている。 他この他アニメ関連のイベントにゲストとしてたびたび招平されている。ありがとうございます。